はい、どうも皆さんこんにちは、アスベストでございます。初めましての方も多いと思いますので、改めてちょっと自己紹介からいきたいんですけれども、私はまあ一言で言うとラッパーでございます。そしてラッパーであると同時に、その持病にですね、うつ病を、正確には発育性うつ病性障害という病気を持っている、まあメンタル疾患の当事者でもございます。なので、普段はですね、そういう自分の悩みとかを歌にして、でそれを昇華したような、歌を作るっていう活動をしておりまして、で、まあ、同じような悩みを持つ方々とですね、そういう、言ってみれば悩みのシェアといいますか、そういうものをして、分かり合いの理解の輪を広げていけたらいいなぁなんていう感じで最近は活動させていただいております。で、そんな私なんですが、結構もう知らない人の方がほとんどだと思いますけど、MC バトルのイベントとしてですね、めちゃめちゃ有名な、その戦国 MC バトルっていうのがあるじゃないですか。で、僕実はあれの立ち上げメンバーだったんですよ。戦国の前身の、戦慄 MC バトルの、もうかなり初期から手伝っていて、だから僕と正社員くんと八本さんですね、そうっていう、戦国オリジナルメンバー3人っていうのはですね、大体2009年から戦慄 MC バトルを運営していて、で僕は2014年までの、だから5年ぐらいですかね、の間戦慄 B 戦国を手伝っていたと。で、手伝っていたと同時にバトルにも出ていました。戦国にも出ましたし、大きい成果っていうところでは、2010年と2012年の UMB 東京予選で、準優勝なんてものをさせていただいたりしております。はい。で、そんな私がですね、それから時が経つこと約10年でしょうかね、その先日行われた、戦国29章の予選にですね、なんと出させていただいたんですね。で、これに関してですね、なんか動画を出したいなっていうふうには思っていたんですが、最近というか、私が今メンタルとラップっていうものを、一個の柱にしてね、活動しておりますので、ちょっとメンタルヘルス的な観点からですね、この戦国予選に出るっていうことをね、振り返っていけたらいいなって思っております。はい。題して、ネガティブ思考には、没頭が効くでございます。はい。で、そもそもなんで今回僕が戦国の予選に出ることを決めたかっていう話なんですけど、大きくは、理由が2つあるんですよ。で、1つは、ちょうどこの2月に、自分のアルバムを出す、っていうか出す予定でしたので、そのプロモーションのために、できることはやっておくべきだろうと。なので、せっかく巡ってきた、その戦国予選のオファーですので、これを、蹴る手はないだろうっていうね、ある種、打算的な、理由ももちろんあります。でも、大きかったのはどっちかっていうとですね、第二の理由なんですよ。というのは僕、その戦国、正社員くんからの戦国予選出場のオファーがですね、2022年の12月に来たんです、そのオファーが。で、その時僕がどういう状態だったかっていうと、もうメンタルが超落ち込んでてガッタガタだったんです。僕が、2021年の12月から2022年の6月、だから去年の前半ですね、去年の前半、まるまるうつの症状がもう最強に出ちゃって、休職をしていたんですよ。で、2022年の12月っていうのは、その休職からなんとか復職して、半年間ぐらい働き出してから半年間ぐらい経っていた時期でございます。で、途中までは順調にね、鳴らしながら働いてたんですけど、やっぱね、疲れが溜まってたんでしょうね。その12月の時点で、また結構精神がガタガタになってきちゃってて、うつ病の症状がですね、ぶり返して、やばいなみたいな状況だったんですよ。で、そんな時に、正社員くんから、久しぶりに戦国に出てみないかっていうオファーをいただいたんですよね。で、
最初は正直そんなの無理に決まってんじゃんって思ったんですよ。まあだってこう出るメンバーを聞いたらですね、みんな結構思った人多いと思うんですけど、いやほぼ本戦やんけと、てかむしろもしかしたら本戦以上のレベルかもしれないとっていうぐらい、その現役バリバリの若手のバトルガチ勢が集まってるわけですよ。でなおかつですよ、僕はメンタルがガッタガタの状態であると、そんな状態でそんな重大なイベントのオファーなんてこう受けれないっていうのが最初だったんですけれども、でも僕逆にね考えたんです。もう確かにこう戦国のね予選に出るって決めて、本番ではもう大恥かく結果になるかもしれないとも思ったんですけれども、僕はその結果よりもそのオファーを受けてから戦国の予選の当日、要はその12月の末からこの2月23日までのこの期間の過ごし方みたいなところにちょっと注目したんですよ。っていうのはここでオファーを受けてしまえば、当然この2月23日の本番まではもうめっちゃ練習しなきゃダメじゃないですか。だって僕現役じゃないし、でなおかつ全然遊びがないガチのメンツなんですよ。でそこに出ていくのにあたって、なんかその昔ちょっとバトルで勝ったみたいなおっさんがね、で昔戦国を手伝ってたみたいなおっさんがね、気まくれて出てってこうなんか適当にやって負けましたみたいにさなっちゃったら、それってすごいお客さんに対してもそのオファーをくれた正社員君に対しても失礼なことになっちゃうから、まあこれはこのオファーを受けてから2月23日までの間っていうのはもうガチガチに練習しないといけなくなると。でそうなると、その要はその期間もうラップの練習にめっちゃ集中するわけだから、他のねことを考える余裕がなくなるんじゃないかと。つまりそのなんだろう、僕いらんネガティブ思考みたいなことをね考える余裕がなくなるんじゃないかっていうふうに考えたんですよ。まあで実際問題、そのじゃあはい出ますって言って2月23日までの間っていうのは、正直そのまあ時間が許す限りね、フリースタイルバトルの練習を僕はしました。本当に毎日最低でも1時間以上はフリースタイルをするようにしていましたし、でまあ正直そのなんだろうな、まあ仕事をしていてもなんかいやちゃんと仕事してるんですよ、だけどちょっとふっとこう気を抜くとバトルのことを考えちゃうみたいな、そういう状態だったんですになったんですよ。でもそれによって、それまでは仕事中ちょっと気を抜くとなんかネガティブな思考だとか不安感とかが込み上げてきて、そのなんかうつの症状がぶり返しちゃうみたいな、ああどうしようこの先どうなるんだろう、ああ今辛いなみたいなことを考えていたのが、その戦国のバトルに出るって決めて、それに向けてその練習をするっていうところに脳のこうリソースを持っていったことで、そのいらんネガティブ思考が入る隙間っていうのがなくなったんですよ。だからそのですね、その戦国に出るって決めてからの方が決めてからこう劇的にメンタルの、ね、調子が良くなったんですよ。な結構そのネガティブってメンタルのネガティブじゃないわ、暇な時間ってメンタルの大敵だよって結構言われたりはするんですけれども、結局暇な時間があると余計な不安ごとネガティブなことっていうのをね、頭が考える余裕ができちゃうんですよね。でそれを消し去るために何か没頭できるものを見つけた方がいいよっていうなんてことはよく言われるんですけど、今回に関してはその戦国の予選が僕にとってはそうだったんです。で、まあ、結果としてね、まあ、1回戦お負けを喫してしまったんですけど、で試合内容には僕としては満足しています。自分の思い描く最高のアスベストを出して負けたんで、それは全然まあ良かったなと思っています。でもなんかその結果よりも僕にとってはその戦国に出るために全力を尽くす何かに没頭するその1ヶ月半余りの時間を過ごすっていうことが
僕にとってはすごく重要でしたし、そのメンタルヘルスの観点から言ってもプラスだったんじゃないかなっていうふうに思っています。というよりそれが狙いにあって、その狙いが見事狙い通りにいったっていうことでございます。まあでも実際問題ですね、これはなんだろうな、私はバトルに関して特殊な訓練を受けておりますので、少なくとも昔は特殊な訓練を受けておりましたので、一般にはおすすめしませんし、ただそれはバトルに限っての話でね、その何か没頭をするものを見つけて、そのネガティブ思考を追い出すっていう手法自体は結構汎用性が効くメンタルヘルス対策だと思います。でもちろんその症状のフェーズがあるんでね、例えばその本当にめちゃめちゃ鬱がきつい時とかって、もうほとんど僕もそうだったんですけど、もう布団から起き上がることすらできないみたいな状態でしたし、でそういう状態が僕の場合は2ヶ月ぐらい続いて、で2ヶ月後やっと頭がちょっと働き出したかなぐらいの時は、今度はなんか変に頭を使おうとしようと、もう何かに没頭してそれをこう消し飛ばすみたいな余裕もなく、もうちょっと頭が働いた瞬間にすぐに根が出てたギューンってきて、もううわーみたいな、死にたいみたいになっちゃうような状況だったんで、結構その一旦鬱が治ってまたちょっと繰り返してきたなとか、あともうほぼほぼ回復してる状態なんだけどまだ症状が残ってるとか、結構その回復の後期にやってやると有効な手段かなと思います。そうだね、あんまきつい時にはやらない方がいいと思う。休みたい時は休むけど、結構体も動くようになってきて、心も動くようになってきて、いろんなことができるようになって回復して、だけどその分結構頭がいろんなことを考えちゃって、ネガティブにやられちゃいそうになってるよっていう時に、すごくその没頭するものを見つけて、そのネガティブを頭から追い出すっていう方法は有効だと思います。はい、なのでちょっとね、同じような悩みを持ってる人は、何もねラップバトルに限らずなんですけど、没頭するものを見つけるってことをぜひやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。で今回みたいなね雑談トークっていうのはね、これからもその気が向いたら出してみようかななんて最近は思っていますんで、もしよかったらですね、感想などコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。はい、ではメンタルラッパーアスベストのラップとメンタル、ね、シリーズ第1弾、ネガティブ思考は没頭でぶっ飛ばせでございました。はい、皆さんご清聴ありがとうございました。